こんにちは、うす。今日は6月20日の深夜に放送された日向坂で会いましょうの話をしていくよ。今回は目指せ1軍入り、ザタイマン。だよ、6人のうちから誰でもいいから参照すると1軍入りってことじゃなくて、ラスボスを決めたことで企画が引き締まったような気がするよ。ひな愛さんってこういうところうまいよね。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、今日も推しが綺麗。2、二部あかり。3、高橋みくに1、タイマンドッジボール。4、高橋みくに2、タイマンなぞなぞ。5、今日のベストショット。2、最初は1、今日も推しが綺麗。金村美久のことかい？よかったね。今日も推しが綺麗。今日も推しが可愛い。今日も推しが尊い。推しが可愛すぎて、死に。待て、冗談の延長でその単語を使うな。文脈上、使う必要があるならともかく、冗談の延長で無意味に危ない橋を渡るな。今日も若林正康がいなかったね。体調不良中。この3週で出番のないメンバーを MC 席に誰か座らせちゃえばいいのにね。あまり喋らないメンバーでも、春日俊明が話を振って、返したり返さなかったりして、春日俊明が回収する。でもリズムはできるだろ。負担はかかるかもしれないけど、若林正康の不在は、その日の朝に決まったことだろうから、スタッフさんもそこまで頭が回らなかったのかもね。私が言っているのは後からで第三者目線だからこそ、気づくことであり、好き勝手に言えることなのはわかっているよ。それに今回は MC 席に座っているだけじゃなくて、動きがいろいろあるから、春日俊明もフォローが難しかったかもね。最初にも話したけど、ラスボスを決めておくっていうセンスもすごくない？誰でもいいからラスボスを決めておくだけで、あんなに番組に筋が通るとは思わなかった。誰でもよかったの？渡辺美穂がタイマンなら負けない。って言ってたからあそこになったんじゃないの？誰でもよかったんだと思うよ。キャプテンだからラスボス。最新シングルのセンターだからラスボス。モデルだからラスボス。司書の資格を持っているからラスボス。推しが好きだからラスボス。後ろの方は雑すぎない？ラスボスというと、やっと引きずり出した。っていう達成感と話が進んだ感が強くなる。3連勝が、ラスボスをやっつけた、に変わるんだ。そう考えると盛り上がり方が違うね。すごく考えられてるんだね。あの王様椅子の配置って、次は 2? 二部あかり。ね。対決はタイマン大声だったね。ケツバットをしながら大声を出すというわけのわからなさだったけど、勝負の行方は簡単だった。最初の二部あかりがうまいこといかず、それを見て調整をした佐々木組が圧勝。二部あかりは自分が踏み台にされたことよりも佐々木組との対立構図ができたのが嬉しいらしい。負けた彼女が納得したならいいんじゃない。次は3。高橋みくに1。タイマンドッジボール。ね、高本彩香は足の親指だけでかいらしいけど、何かで見たことあるかな？日向札にでも出てたかな？高本彩香は自己プロデュースがしっかりしているから、もし親指の剣がコンプレックスなら写真に撮られるようなヘマはしないと思うけど、写真があるなら笑って済ませられることなんだろうね。大体、おしゃれ番長なんだから足元のおしゃれは大事だし、おしゃれの観点から裸足を見せることはないか。つうか、公式に普通に写真あったよ。ひらがなけやきの頃の写真ね。あれ？言われてみれば、親指大きいのかな？そんな感じでドッジボールが始まったね。思ったよりもいい勝負で、現場で見ている一軍の皆さんが楽しそう。ボールが足の間を抜けていったのは、すごかった。あんなボール1個分しかないような隙間をよく通ったもんだ。なんだかんだで、高橋みくにが1勝して2戦目になったね。みんなに足元を狙えと言われて、まさかの両手下手投げ。わかってたけど、高本彩香は球技が苦手そうだよね。で、下手投げが疲れたのか、急遽、両手の上投げ。さっきよりも浮いたボールが来たので、取りに行っちゃった高橋みくにがキャッチミス。高本彩香の奇跡の得点ゲットでした。次は4。高橋みくにに、タイマンなぞなぞ。ね。高本彩香を破った高橋みくにが加藤志保に挑戦だ。高橋みくにが登場した時に、ヘニョたちしていると思ったんだけど、元祖ヘニョたちと対決するとはね。稀に見ぬグダグダな対決だったけどね。学力テストの回争いの時のようなグダグダさ。あの子、なぞなぞが好きで得意って言ってたよね。加藤志保を見ていたら、なぞなぞって何だっけ？と考えさせられたよ。随分上から言っているけど、学力テストと違うところがあったよね。そだっけ？あんた、一問も解けなかったじゃない。う。答えが朝食、のなぞなぞを考えていて、あんたがつぶやいたことが、晩酌、晩ご飯、昼ご飯、昼食。わかんねえな、だったよね。その流れでなんで朝食、にたどり着かないのよ。
バカだからだよ。いいじゃん、TV の話を見ている時ぐらい偉そうにさせてよ。メンバーに会えたら緊張して喋れなくなっちゃうんだから、TV 越しに見ている時ぐらい調子に乗ってもいいじゃん。あ、ごめんごめんごめん。私は、元気にお話ししているマリサが好きだよ。うん、最後は5。今日のベストショット。ね、今日も推しが綺麗、絶妙な避け方をする高本彩香。大盛り上がりしている一軍、今日も推しが綺麗、今日も推しが綺麗、今日も推しが綺麗。よかった、元気を取り戻した。前回ドッジボールをした高瀬真奈もそうだったけど、よく避けるよね。球技は苦手そうだけど、若いし、踊っているから、体のキレはすごいんだろうね。私じゃ、脳が右に避けろ。って指令を出しても、右に避けるってどうするの？腰をひねるの？足の指先を軸に回るの？あ、ボール来た。で、ぶつかっちゃいそうだ。で、それを見ている一軍の方々。盛り上がり方も一軍っぽさがあったんだよね。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価を押していってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。